10歳のリンです。今日は魔法の手抜きおやつの、手抜き料理研究家手抜きキンさんの本で、本当に簡単にお菓子が作れるのかやっていきたいと思います。今日作るお菓子はこっちの世界一簡単なチーズケーキです。じゃあ作っていきます。まずボウルにクリームチーズ、まず材料はクリームチーズ 100g、 砂糖 45g、 生クリーム 100cc、 卵1個、薄力粉 15g です。じゃあやっていきます。まずはボウルにクリームチーズ 100g を入れます。この一箱で 90g やと、絶対開けるんだろう。開けれる？めっちゃ開けるとクリームチーズ。そうやと。やってみてよ。やばいでしょ、クリームチーズ。いけそう？これで 15g。 とりあえずそれ全部入れたら90なんでしょ。あ、簡単になくやんだ。進化したね。リンちゃんってお料理作りが大好きやったっけ？前からやったっけ？前から好きよ。そうか。前からとかもほぼないでしょ。そうね。もう最近はお菓子作りにハマってるチェロ、この本買って。サンドサカルボナーラ風パンみたいなの。美味しそうやったね。まあでも10歳からね、お料理興味があるのはいいことやね。今46、大丈夫よ。全部入れても入れたら 90g やから。じゃじゃーん、その食べてみようか。いかがかな。おいしいよね。おいしい顔それ。次は砂糖 45g を入れます。英語が出ましたか。塩は英語で、おー、で醤油は英語でソイソースって言うんだって。味噌汁は？ソイスープじゃなかった？違うよ。何だったっけ？味噌スープだよ。そうだっけ。うん、昨日英語の授業で習った。10歳で、ね、味噌は、日本の言葉やから、外国でも通じて、それでスープは汁やから、汁。そうですね、ね、そうですよね。10歳っていろいろ分かっちゃっちゃうね。今何グラム入れた？今34。残りちょっとだけ入れます。お前塩入れて大失敗やったな。何やったっけあれ。塩入れてないよ。なんかに使わんかった塩。入れそうになったんだっけ。なんか辛いのがあって、なんか
塩入れなんか砂糖じゃなかったでしょっていうの入れたなってなんかなかったっけあれでもなんかさ、うん、私がキャンプを履く日を入れたのにね、うん、ホットドリンクを入れたの使いじゃないと私のせい私の間違いか、まあ、やべえ残り 1g なのになくなったあるよ。そこにある。知ってるよ。知ってんの。うん。これはどうすればいい。ふたして置いときなさい。うん、あと1g です。はい。お願いします。1g っていうのがある。うん。OK。できた ？OK。OK。はい。でも入れてふたしてください。5と4.5 の境目で聞かせる。と。で次は、ボウルにこれを入れたら泡立て器ですり混ぜる。もう？小麦粉とかまだ入れんちゃう？まだよ。これ使わんと？天狗みつ。使わんの？ってことになってきた。いっぱいついた。ちょっと食べ端とかがいるかも。スプーンとかでこう、でこそり落としながら、どんどんってしまう。あ、でもこぼれそうで怖いね。大丈夫か。
からね。これ切ってみようか。